気になるのがさっきの最初のエピソードはもうインターンもいるじゃないどうでもいい話じゃないですかそれもう今すぐ言わないでおこう。ちなみになんでインターン始めてなんで頑張ろうと思ったんですか。もともと自分は研究をやってたんですけども、うん、いやめちゃめちゃ納得しましたありがとうございますどうもしゅんです、こんにちは。はい、ということです。今回は FCE さんのオフィスにお邪魔してるんですけども、今回の動画は学生時代頑張ったことをガクチカがないであったりとか、自分のガクチカに自信がないっていう人に向けた動画になっております。今回来ていただいた FCE さんの社員さんです。簡単に自己紹介をお願いします。はい、 FC ホールディングスで人事を担当しております石井と申します。二次面接も担当してまして、今日は少しでも役に立てればと思いますのでよろしくお願いします。同じく FC ホールディングスで人事を担当している勝家幸と言います。新卒採用ここ何年間ずっとですね、全体的に通して見ているのと、あと面接も日々担当させてもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回来ていただいた就活生の方、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、芝浦工業大学工学部3年の平坂喜宏と申します。本日はよろしくお願いいたします。ちなみに今の就活の状況を教えていただいてもいいですか。今は人材業界中心に広告や IT を受けております。なんかこういう軸に企業を見てるみたいなのってあるんですか。こういう軸といたしましては、はい、成果主義っていうところで自分の実績とか数値で見えるところ、そこで取り組んでおります。ちなみにどうして人材業界を受けているとか見ているとかってありますか。人材系の会社で長期インターンをしていたので人材業界を中心に見ています。ガクチカあるじゃないですかインターンで、ね、ちなみに学生時代頑張ったことに自信がないっていう風なお話をされてたと思うんですけど、はい、そのあたりどうですか。そうですね、ガクチカって何を見られているのかなっていうところでまだまだ不安なところがいっぱいなんですよね、うん、今見てくださってる方も昨今の状況で課外活動をやったことないとか結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういった方々にも有益な動画にできたらなと思ってます。ということで、じゃあ早速なんですけど、今の学生時代頑張ったこととして言ってることをお話しいただいてもよろしいですか。はい、大体30秒から1分ぐらいで、はい、かしこまりました。と思います。私が学生時代に頑張ったことは営業の長期インターンです。そこで私は営業成績を20位中最下位のところから5位まで伸ばしました。やったことといたしましては、結果が出せている人っていうものはなぜ出せているのか、自分とはどういう差があるのかを分析しました。そこで私は2点足りないものがあると気づきました。ヒアリング力と結論ファーストです。今まではただただ営業のいいところをプレゼンするという形だったんですけども、その2点を学ぶことによって相手の課題は何だったり現状は何だっていうところを分析して、そこで自分の商品を使うことでこういう成果が得られるよっていうところを端的に伝えれるようになりました。そこから私は学んだことは、ただただ自己流で進めるのではなく相手のいいところを取り入れる素直さを学びました。以上が私のガクチカです。ありがとうございます。すごいでもまとまってる感じでなんかいい感じもしましたが、お二人のフィードバックと結果の方概要欄に書いていただけたらなと思います。お二人結果の方お願いします。せーの、どうも。おー、どうですか。いや悔しいですね。ということで、じゃあ罰の理由一言ずつお願いします。せーの、はい、でなぜと今体現するっていうコメントなんですが、じゃあ勝家さんからまず力を入れたことというところで、はい、内容についてはもちろん理解させてもらったんですけど、うん、平坂さんがなぜそれに力を入れたりとか、うん、なぜそこで結果を出したいと思ったのかっていうところが欲しいな、うん、ちなみになんでインターン始めてなんで頑張ろうと思ったんですか。もともと自分は研究をやってたんですけども、うん、そこで伝えるってことって大事だなと思って営業したいなって思いました。はい、伝える力を身につけたい、はい、身につけたい、はい、続いて石井さん、話している内容を今実践することなんですよね、うん、はい、そうですね。なんでさっきおっしゃってたその結論ファーストだったりとか、はい、ヒアリングっていう話だったじゃないですか、はい、それを感じられるような、あ、確かにねっていう風になったら学時間の中で本当にそれやってきたんだろうなっていうのがあるので、はい、うん、体現できるものっていうのは自分の中に持っておくとすごく相手にも伝わりやすいんじゃないかなっていう風に思ったんですね、はい、どうやったら体現できたと思います。そうですね、結論を先に出すっていうのはすぐにできたことかなと思います。まず結論ファースト、そうですよね、はい、もう一つは別にガクチカ話すのも一方通行じゃなきゃいけないわけじゃないですよね、うん、なのでちゃんと聞いてっていう話もあったから、うん、そういうことも含めてできることはまたあったんじゃないかなっていうのは思いました、うん、
いや、めちゃめちゃ納得しました。ちなみに、はい、今大学3年生じゃないですか、はい、大学生で遊んでる人が多いじゃないですか。だから、うん、そもそも言うことないとか、はい、自信持って自分の強みとして言えないみたいなのは結構本質的な根底の悩みとしてありますよね。そうですね、やっぱり遊びまくったことを言っていいのだろうかとか、うん、お二人が考えるそのガクチカを、まあ、ないかったり不安がある中で作るポイントとかってございますか？ガクチカってエピソードの大きさとか結果の凄さでは私はないっていう風に思っていて、はい、うん、めっちゃ簡単な言葉で言うと気持ちこもってたなとか自分らしかったなって思うことから洗い出してもいくのがいいのかなっていう風には思ったりはしてます。やっぱり会社に入ってからもすごい仕事とそうでない仕事みたいなのあるかもしれないじゃないですか、うんうん、僕はすごいことだったらすごくなれるんですっていう人が欲しいんじゃなくて些細なことでもすごくできるんです、うん、環境がなくても自分で活躍に持っていけるっていうのは、うんうん、すごい大事だと思ってですね。企業側として別にすごい人材というかすごい人採用したいわけじゃなくて一緒に働きたいって思える人を採用したいっていうことの、うんうん、そこのなんか認識の差はあるっていうことですよね、はい、そうですね、そうですね、確かに、うん、ありがとうございます。ということで今回モチベーショングラフを書いていただくんですが、目的としては今回あのガクチカがないとか不安があるっていう学生さんに向けて自分の感情が揺れ動いたところがガクチカとして言えるポイントである確率が高いっていうところでモチベーショングラフを書いて一緒にガクチカを作っていこうという意図になっております。モチベーショングラフを一人で作る上での注意点とかってありますか？大きく3つぐらいしかポイントはなくて、うん、でまず1つ目は上がり下げりが激しいこのギャップの時って何が違うんだろう、どういうことがあったからこのギャップが生まれたんだろうっていう大きく揺れたポイントは何が原因だろうって考えること、うんはい、であと2つっていうのが1個は高い時って共通してることって何だろう、特に維持してる時って何がそれを維持させてるんだろうとかっていうのは共通点を探してほしいし、逆に低い時っていうのはなんでこんな低く続いてるんだろうとか探していただくといいと思って、最後もう一個が上がるという変化を起こすこの曲線のタイミングで共通してることが何かっていうのを探すこと、これポイントは一個だけの理由じゃなくて共通してることの理由を探すっていうことなんですよね。でこれ逆に落ちる時もそうで、落ちる時の共通点っていうのが分かってると就活で自分が落ち込む時に待った待ったって止められるので、それはそれで役に立つし、両方のこう曲線が曲がる共通点がいいんじゃないかな。ということでモチベーショングラフ完成したということで、はい、見せていただいていいですか？はい、はい、このような形です、はい、結構上下しますね、はい、おお、ちょっとじゃあ簡単に説明していただいてもいいですか？はい、中高一貫校に受験してで受かって、しかしソフトテニスでは団体メンバーに呼ばれない、そこで早期で公式テニスを始めて、そこでやっと団体メンバーに呼ばれるようになって、もう楽しくすごい曲だってます。そうですね、その団体メンバーがゴールみたいな感じで全国大会目指すみたいなので団体メンバーって書いてあるからすごい人柄の良さを話していると思います学校の代表みたいな感じでちょっと嬉しかったです。いや、そうそうそう、はい、で地元で一人のオンライン授業になってしまうんですよ。あ、大学入学した後ね、はい、で大学2年でテニスサークルに入って毎日遊んでみたいな、今になって就活ちょっと辛いなみたいな。先ほどの話で言うと、ここの上下してるところをガクチカに持ってくるのは候補としていいっていうことですかね、うん、はい、かもしれないです。気になるのがさっきの最初のエピソードはもうインターンもいるじゃないですか。ガクチカに入ってた話ってどこに入ってるんですか？ガクチカはちょっとここら辺です。確かにね、ほんとどうでもいい話ですね。もう今すぐ言わないでこう、はい、そうですね、一生言わないでこうインターンの話、はい、受け良さそうですけどね、なんかインターン良さそうって思って言うけど、ね、選んだんですよ、で見つかされますもんね、はい、それもね、おっしゃる通りなんですよ。ちょっとここら辺の方がいいかもしれないですね、なんか中途、うん、確かに、はい、モチベーショングラフで一番大事なポイントってギャップがあるところなんですね、はい、だから一番大きくギャップがあるところっていうのを見て、うんうん、そこで自分が何感じたかって、だから今そこだよね、うん、上がってったのは何が一番大きい理由なんですか？うん、そうですね、すごい悔しい思いをした、そこからいけるようになって嬉しかったっていうのがありますね。その時は選ばれるようにはどういう工夫をしたりとか？そうですね、他校の同じような試合の仕方をしてる人に動画撮らせてくださいみたいな感じで自分と見比べて、あ、ここが違うなっていうところをノートにメモって、その後そこを練習するみたいな感じでやってましたね。仕事にも活かせそうですね。いや、すごい活かせるなと思いますし、もしかしたら他のところでも今のそのパターン、こうなろうっていうところに努力するっていうパターンは出てきてるんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、それで言うとインターンになるんですよ。大きなインターン営業の
先輩のロープレとか見て自分と比べてで足りないところを補うみたいな感じでやってましたね。聞きに行くっていうことがなかなかできない人もいたりとか、うんうん、それを受け入れてすぐ真似るっていうこともなかなかできない人ももちろん世の中にあると思うので、うんはい、それはすごく強みだなって今聞きして思いました。確かにでもモチベーショングラフってめっちゃ学生時代頑張ったことを考え直す上ですごいいいなと思いました、うんはい、これをなんか素直に伝えた上で受かるか受からないかっていう点では納得いく就職活動ができるなって思ったので、うんうん、視聴者の皆さんもぜひ試してみていただけたらなと思います。ということで今回学生時代頑張ったことに不安があるっていうところが最初スタートだったと思うんですけど、はい、どうですかお二人の話聞いて。そうですね、なんか自分の中でこういう経験が一個強み改めて再認識できたので、うん、そこを伝えていって納得いく内定につなげたいなと思いました、うん、じゃあ二人からなんか応援メッセージもしくはなんか感想的なところをいただいてもよろしいですか。過去の話でもいいと思うんですけど、そこでのその強みとかの学びっていうのを最近で言えばどうやって活かしてるかなっていうのが分かるといいかなと思いました。高校時代にこういう目標を持ってやってきたことがある、それが自分の強みだとしたら、例えば最近もこういうところでそれが生かされている、はい、ってことは多分3年後も4年後も5年後も、はい、生かしてくださる人なんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、そういうふうに伝えられたらすごくいいのかなっていうふうに思いました、うん、頑張ってください。はい、石井さんいかがでしょうか。はい、僕やっぱ学知化って作るものじゃなくて見つけるものだなってすごい思うんですよね。常に持っている自分の中にあるものを自分がいやこれ大したことないんですよっていう風になってしまったら伝えることもできないし、本当に思っていることしかやっぱ面接官には伝わらない。自分自身がちょっと聞いてくださいよっていう風に思えるぐらいになれるような、それが曲線の中にはすごく表現されるね。目に見える形にして、そしてそこから自分で読み解いてでパターンを見つけて伝えていくっていうのはすごい大事だと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに FCE さんの面接ってどんな感じで行われるんですか。すごく大事にしている考え方があって、ヒューマンバリューイノベーターっていうのが、まあ、私たちのこう日々仕事をする中でのテーマというところになっているので、それはもう採用の活動の中でも体現していこうというところでこだわってやってます、まあ、具体的に何かっていうと、まあ、こちらはもちろん合否させていただく立場ではあるんですけれども、はい、平塚さんみたいに就職活動の面接を通じて成長していくっていう話あったんですが、私たちもそれを応援したいなっていうふうに思っているので、ただただなんかこう聞きたいことを聞いて合否を出させていただくっていうよりは、結果はどうであれ面接を経て新しい気づきがあったとか、新しい学びがあったとか、新しい視点を得られたとかっていうようなものになるようなっていうところで、面接の内容は考えて工夫してやってるような形ではあります。じゃあただの合否だけじゃなくて、そうですね、一緒に人生寄り添う、はい、手助けをするっていう、はい、何かのきっかけになればっていうところでやってるので、はい、ありがとうございます。じゃあ受け…うん、はい、受けます。お二人が所属する FCE さんという会社さん の, 採用の、ホームページであったりとか各種リンクは下の概要欄に貼ってあるので、ぜひよかったらフォローであったり見てみてください。ということで本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。